長宗我部 VS 三好の最終決戦となった中富川の戦い、その激戦の行方とは。前編。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、中富川の戦い前編について紹介していこうと思います。1582年8月、四国統一に野望を燃やす長宗我部元親は、阿波現在の徳島県へ向けて大軍を発しました。一方、三好氏の実質的指導者だった祖郷正康がこれを阻止するべく激突したのが中富川の戦いだったのです。戦いは20日間に及び、両軍の戦死者が1500人を超えるという四国最大の激戦となったわけですが、なぜそれほど激しい戦いとなったのでしょうか。今回はこの中富川の戦いを両軍の視点から紹介したいと思います。織田信長を味方につけた三好氏、室町幕府の実権を握り天下人となった三好長慶は、もともとは阿波の出身です。吉野川の水運や瀬戸内海の海運を背景とした経済力を持っていた三好氏は、大軍を畿内へ派遣して政権を掌握していました。ところが長慶の死とともに内部抗争を引き起こし、織田信長が上洛してくると三好政権は空中分解してしまいます。宗家の三好義次は信長に従って河内半国を安堵されるものの、後に足利義昭と組んでしまい自滅。長慶の叔父だった三好康長が最後まで抵抗するものの、ついに降伏して織田氏に従属したのでした。一方、阿波にいたのは三好長治でした。彼は長慶の弟、三好実久の嫡男だったのですが、性格にかなり難があったらしく、家臣や領民たちを顧みない政治を断行して人望を失いました。やがて対立した細川実之と戦って敗死し、三好氏の本拠地たる阿波は大混乱に陥ったのです。その混乱の機を伺って隣国土佐の長宗我部元親が触手を伸ばしてきます。阿波の用地である一宮城、恵比寿山城を攻略し、阿波の中心部を伺っていました。そんな長宗我部氏の動きに待ったをかけたのが、織田氏に心中していた三好康長でした。四国の計略を任された彼は阿波の三好勢力と連携し、信長の力を借りて阿波を取り戻そうとしたのです。織田氏の重臣、羽柴秀吉の甥である治平、後の豊臣秀次を養子に迎えていることからも、どうにかして領土問題に介入させようとしたことがうかがえます。この秀吉から三好ラインと明智光秀から長宗我部ラインの対立が、後に本能寺の変につながったという説が有力視されていますね。四国統一を目指す長宗我部氏、一方長宗我部氏の事情はどうだったのでしょうか。1575年、土佐を統一した長宗我部元親は明智光秀を通じて信長に接近、四国切り取り自由のお墨付きをもらいます。また嫡男信親の名も信長の一字から拝領したものですから、この頃の織田氏と長宗我部氏の関係は友好的なものでした。土佐統一の勢いを買って阿波の白地城を攻略、ここを起点にして四国統一の事業を進めることとなった元親、次男の親和を讃岐の実力者香川氏へ養子として送り込み、労せずして西讃岐を支配下に置きました。そして三好氏の混乱に乗じて、今また阿波を平穏するべく軍を進めようとしていたのです。しかし元親が阿波を狙っていた理由はこれだけではありません。土佐統一から遡ること4年前、
弟の近松が三好氏家臣の海部朝光によって撃たれた事件があったからです。近松は武勇に優れ、兄元親を助けて多くの戦いで活躍した武将です。病にかかっていた近松は有馬温泉で湯治をしようと海部城下で風待ちをしていました。ところが敵の襲来と勘違いした朝光が軍勢を引き連れて近松を襲撃。衆か敵せず、近松は奮戦するものの討ち死にしてしまったのです。この事件に元親は怒り狂い、海部城を5000の軍勢で火が出るほど攻め立てました。城は落城し、朝光は命からがら紀伊へ逃亡しますが、それでも元親の怒りは収まりません。南阿波の久和城などを軒並み落城させ、阿波攻略の根拠地としたのです。また守護家細川氏や小笠原氏といった阿波の名族たちを懐柔して、じわじわと三好氏を追い込む体制を整えていきました。ところが1580年になると、予想もしない織田氏の方針転換によって四国統一事業がぐらつくのです。安永の懇願によって三好氏に肩入れした信長は、元親に対して四国切り取り自由の撤回と領土割譲を迫りました。すでに武田氏との決着が見えており、上杉氏毛利氏に対して優位に戦いを進めていた信長にとって、今さら有利な条件を元親に与えてやることもないと考えたのでしょう。もちろん元親はこの要求を拒絶。これを受けていよいよ信長は四国遠征を決意するのです。阿波中心部へ向け動き出す長宗我部軍。1582年5月、神戸信孝を総大将、丹羽長秀らを副将とする四国遠征軍が編成されました。三好安永はすでに阿波へ渡っており、先方として一宮城、恵比寿山城を攻略していました。ところが翌月、本能寺の変によって信長が倒れます。この予想もしない出来事に四国遠征軍は大混乱をきたして瓦解。阿波で戦っていた安永も後ろ盾を失うこととなり、退却せざるを得なくなりました。一方、織田軍の来航に戦々恐々としていた元親でしたが、信長の死を知るやすぐさま反転攻勢に出ます。この政治空白に乗じて一気に四国を平らげるべく動き出したのでした。この時阿波を実質上支配していたのは亡き長春の弟蘇郷正康でした。彼は蘇郷という姓であるものの、三好を名乗ることもあったそうです。三好氏を継ぐのは自分しかいないという自負の表れでしょう。やってくるであろう長宗我部軍に対して着々と戦備を整えていきます。まず動いたのは元親の嫡男信親でした。三好安永が退却した後の一宮城や恵比寿山城をたやすく奪還します。そこで信親は正康の本拠のある松髄城を一気に落とすことを企てます。しかし元親は信親のもとへ使者を送り、将兵や領民の疲弊を理由にして8月まで待つように伝えました。信親はまだ17歳の若武者、軽挙猛動を慎むように諭したのでしょう。そして軍用を整えた長宗我部軍2万3000は満を持して御坑城を出陣。8月26日に一宮城へ達していよいよ阿波中心部へ動き出すのです。ちなみに2万3000という大軍は当時の長宗我部氏にすれば動員できる最大限の兵力でした。この戦いにかける元親の意気込みが伝わってきますね。中富川の戦い前編はここまで。次回の後編ではいよいよ本戦に突入していきます。後編もぜひご覧くださいませ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら
見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。